区で活動されている都議会議員さんからもスピーチをいただきます。日本共産党の大島芳恵さんです。よろしくお願いします。本町商店街の皆さん、そして宿場町通り商店街の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました、私、日本共産党東京都議会議員の大島芳恵でございます。いつも商店街の皆さんには大変お世話になっております。今日はこの7月行われます参院議員選挙で、この東京選挙区から日本共産党の候補者として立候補を予定しております山添拓さん、31歳、大変優秀な若手の弁護士でございますが、皆さんと一緒に頑張って、この東京から政治の流れを大きく変えていくために、今全力を尽くしているところでございます。今日はぜひ皆様方にも応援をしていただきたい、この思いでここに駆けつけてまいりました。皆さん、今お金の税金の使い方問題、本当に腹が立つことばかりではないでしょうか。都議会では今舛添知事がなんと海外出張に多額の皆さんの税金を使っている、オリンピックのために大変なお金を支出しなければならない、これも国との連携、これが重要だと言っているんです。でも皆さん、お金の集め方もそして使い方も何よりも国民本位、そして都民本位に切り替えていく時ではないでしょうか。このことを訴え、そして皆さん方と一緒にこの東京を本当に住みよい街にするためにも、山添拓さんと連携をして、そして私たちこの都政を変えていきたいと考えています。そして今その、参議院選挙と同時にあるかもしれない、この衆議院議員選挙があった時には、この東京13区から斉藤真理子さん、前回区長選挙で皆さん方に大変お世話になりました斉藤真理子さんが立候補を予定いたしております。山添拓さんと斉藤真理子さん、この2人がまた力を合わせて国会で活動できるように、ぜひ皆さん方の大きなご支援を心からお願いいたしまして、私都議会議員大島芳恵からの応援の訴えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。大島さん、ありがとうございます。